どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はお知らせ動画のご案内になります。ですね、毎月このぐらいの時期にですね、ご案内をさせていただいております。ガズの初めてウクレレの再販売開始と、わがままウクレレ、セミオーダーウクレレの、事前予約注文の再開のお知らせでございます。ですね、毎月このぐらいの時期にね、このご案内させていただいてるんで、また、今月のご案内もさせていただこうと思うんですけど、今回の、開始日時は、5月の21日、2021年5月21日金曜日のお昼ちょうど12時からの受付になっております。そして今回ですね、ビッグニュースです、皆さん。待ちに待った、あのウクレレの事前予約注文も、受けたまわらせていただきます。そのね、待ちに待ったウクレレっていうのはこれです、これ。はい。ウスレレ、見て、このウスレレも今回、初めて事前予約注文受付でできるようになりました。これはですね、まあ前々からちょっとね、ずっとこう実験を重ねて試作品をずっとベトナムにいるね、モジャ君と一緒にもう何回となくね、試作品を作って、これボディが薄いから、やっぱり慣れが悪かったり、ボディのバランスがすごく悪かったりしてたんですけど、もう改良に次ぐ改良で、ものすごいいいものができてますから、これ。で、この、薄レレのちょっとね、ヒーターが、いろんな演奏をしてる、弾いてみた動画って、まだね、そんなこの YouTube、ガズレレ YouTube 動画で取り上げてないので、同時、この動画と同時公開で撮ってますんで、これを、薄レレ、ガズレレ G ラボの薄レレでいろんな曲弾いてみたっていう動画、ちょっとここにリンク貼っておきますんで、ここでね、詳しいこの弾き心地とかそういうのレビューしてますんで、ちょっとご確認ください。そして、まあ一応、今回のご案内は、ウクレレの再販売開始と、事前予約注文の再開のお知らせですんで、ざっと今回のラインナップをお届けしたいと思います。まずはですね、初心者様と、これからウクレレ始めてほしいなという方に、プレゼントにも最適でおすすめという、このはい、ガズの初めてウクレレ、この初めてウクレレ、これリーズナブルですよ。すごくリーズナブル。金額も安くて、しかも安いだけじゃない。弾きやすくて、音も大きくて、これは本当ね、隠れた人気商品になっております。このウクレレで、まず最初の一歩、ファーストステップしていただくのすごくいいと思います。これはですね、ご注文いただいたら、2、3日中に発送と、すぐに発送できるという、再販売開始です。で、これで、以前ね、このガズの初めてウクレレでいろんな曲を撮ったよという動画も、以前、公開してますで、ここにリンク貼っておきますね。あ、この辺のやつはもちろん概要欄にも貼っておくんですけど、これですね、いろんな曲弾いてみたという動画で、音の確認もしといてください。はい、これがもう一点なんですけど、はい、一応ガズレレではね、メインの扱いになっております。こちら、ガズのわがままウクレレでございます。はい。これはですね、いつもガズレレ中でメインで使ってて、これソプラノサイズ、コンサートサイズ、お選びいただけます。あ、いつも言ってるように、フレットのこの数もですね、ガズレレって結構7フレットモデルがあったりね、面白いフレットを選べるということがあるんで、フレットを選べたり、ここにこうやってピックアップ、これピックアップって言ってマイクがついてるか、こっちはね、マイクついてないでしょ？こうビスになってるから。はい。これね、ピックアップがつけるつけないもお選びいただけます。で、コンサートサイズとソプラノサイズお選びいただけるよということになってて、そしてこのガズのわがままウクレレはですね、先ほども言ったんですけど、いろいろ選べるようになってますよね。フレットの数だとか、ピックアップとか、その選び方は私よくわかんないわという方結構いらっしゃるので、私がめちゃくちゃ詳しくどんな風に選んだらいいかという解説してる動画をここに貼っておきます。これもね、ご注目でございます。よろしくお願いします。で、これが今までのラインナップだったんですよ。で、今回ですね、初めてウクレレに仲間が加わります。はい。先ほどからお伝えしているように、薄レレです。はい。見てください。ボディの厚さ。はい。通常のウクレレに比べて、ほぼ半分。こんなに薄いんです。だけど音量はもう負けてないどころか、これも。ちょっとね、質感が違う音ですけども、音量もすごい十分ですよ。そしてこのウクレレの今回新たな特徴としては、このヘッドの大きさがですね、見てください。これと比べると全然違うでしょ。こっちの方が薄レレ。こっちが普通常のガズのわがままウクレレ。これ、ウクレレのヘッドをちっちゃくして、軽量化をものすごい測ってます。で、これね、結局、このボディがすごくちっちゃくて薄いから、こうやって弾いた時に、こう、あ、ここが重い、バランスが悪いっていうことがよく起こってたんですけど、ネックをすごい軽量化するために、ここヘッド小さくしたり、このペグにご注目です。このペグ、ストレートペグといって後ろにまっすぐ出て、普段ここに出てるじゃなくて、横にね。これを見ると、ほら、こっちのペグは横に出てるでしょ？こっちのペグって後ろに出てるじゃないですか。こういうデザインの違いがあるんですけど、このペグはですね、本来のやつだとこれチューニングが難しいと言われてるんですけど、このガズの薄レレ、ガズのわがままウクレレの薄レレはですね、ここにギアが入ってて、こっち側を6回転回すとこっち側が1回転回すという、そういうギアが入ってますんで、微調整ができる。しかもこれ樹脂製ですごく軽いんですよ。だからこのウクレレ薄くて軽い。しかも音が良くて、このボディにフィットするんで、弾きやすいよということで、これの事前予約注文も受けたわっております。金額はですね、ガズのわがままウクレレのソプラノサイズ、一緒でございます。で、こちらもピックアップが
ありなしとフレットの数も選べるようになってますね。はい。これが今回新しいラインナップとして加わりました。で、これもさっきも言ったんですけど、これの演奏動画、いろんな曲弾いてみたよという動画もね、先ほどのリンクとこと概要欄の時も貼っときますので、ちょっとこれ音を確認したいという方はぜひチェックしておいてください。これが、主なラインナップです。そして、ガズのわがままウクレレじゃなくて、すべてオリジナルソフトケースが付属しております。これも立派なソフトケースですよ。はい、安心のソフトケース付きですということです。あともう一個、ガズレレではね、隠れたヒットになっております G ラボで、セミオーダーウクレレも今回事前予約注文受付中です。こちらはですね、ちょっともハイクオリティな、ベトナムのモジャ君が一本一本ほんと手をかけて作っていて、セミオーダーとはいえども、やっぱ世界に一本だというふうに思いますんでね、これはですね、ものすごくいいです。このセミオーダーウクレレを制作しているモジャ君本人による、セミオーダーウクレレのこう解説がね、あるページがあります。概要欄に貼っておきますんで、ぜひともそっちの方も見ていただきたいんですけど、セミオーダーウクレレはこのカラーバリエーションも選ばれたりして、なかなかすごいことになってますんで、まあ、こんなようなこともね、もじゃくんの解説のページで見ていただければというふうに思います。で、セミオーダーはですね、セミオーダー受付してくださった方、この専用ハードケースがついてます。こっちのケースは立派ですよ。はい、こんな感じ。これでもうね、持ち運びも安心でございます。これも軽いですよ、これ見た目。ゴージャスで軽い。はい、このハードケース、セミオーダーはこれついていますということ。そしてですね、ちょっとこれ。最近ガズがガズレレ YouTube チャンネルでめちゃくちゃ使ってる超お気に入りのガズのモデル。これはですね、これも今回ご案内できるかと思ったんですけど、まあ1ヶ月遅れで、来月ぐらいからこれは事前予約注文の受付を開始しようと思ってます。これももうガズレレ YouTube 見てくださって分かってると思うんですけど、ものすごいものですからね。これのご案内も来月いたしますのでお待ちください。はい、それではちょっとまとめていきましょう。2021年の5月21日金曜日のお昼ちょうどに、ガズの初めてウクレレは、販売再開です。こちらすぐのお届けになります。それでガズのわがままウクレレ及び薄レレは、事前予約注文となって、オーダーいただいてから作り出すということなんですけど、こちらの事前予約注文が、始まりますということです。ここにリンク貼っておきます。このリンク、もちろん概要欄にもそこのページのね、注文いただけるリンク貼っておきますんで、ご確認くださいませ。さっきも言ったんですけど、それぞれにね、立派なケースついてるんですけど、これもね、忘れないように、今、幻となっていたこの 2way ガズレレリュックサック、これまだ間に合いますよ。これリュックサックになってるんですけど、これ横持ちもできる。だからリュックサックで 1way、横で持てるから 2way、これ 2way なんですけど、これコンサートサイズまで入るリュックサックで、譜面台とか、チューナーとかカポが入る、ミニポーチも2つこうついてるというね、結構優れもので、もう今、大変なご注文いただいてるんですけど、まだ間に合いますので、このケース、このカジュアルにこう持ち運べますよ。これ女性が持ってもね、これここを薄く仕上げてるんで、そんな大きな違和感がなく、ちゃんとしっかりしたホールド性のある分厚い生地使用してますんで、楽器もね、歪まないで大丈夫でございます。中でもずれないように、このポーチをうまく使ってウクレレがこう、ぐらぐら動かないように固定することもできるというバッグになっています。この辺のこともね、概要欄に貼っておきますんで、よろしくお願いします。で、今日はね、たまたまなんですけど、5月20日はですね、ガズが繰り広げるというこのガズクラブの1周年記念でございます。ありがとうございます。まあ、このガズクラブね、毎月5曲、私が書いてる手書きのノートを皆さんの手元にダウンロードしていただける他にも、いろんなもう毎朝ラジオ配信したり、月に2回、ライブ、みんなでライブ、世界中から集まってライブセッションやったり、今日ちなみに夜あるんですけど、こんなことやってます。もうガズクラブ興味ある方も概要欄に貼っておくんで、ぜひともチェックの方よろしくお願いします。そういうわけで今日はですね、お知らせ動画になりました。楽しく音楽していきましょう。皆さん、さようなら、バイバイ。